日本人は非常に真面目です。海外の人と比べて日本人はよく働きます。日本人の勤勉さは世界的に見ても群を抜いてます。勤勉なことは非常にいいことです。しかし、その勤勉さが空回りして働きすぎてしまい、体調を崩す人や精神的に参ってしまう人が続出しています。労働基準法で1日8時間労働が義務付けられています。しかし、現実的には8時間で仕事を終える人はほぼいません。大体の人が数時間残業して働きまくります。時には昼休みを返上してまで働く人もいれば、休日出勤までする人もいます。朝早くに出勤し、晩遅くに退社します。人生のすべてが仕事で回っています。私は皆さんに言いたい。働きすぎは良くありません。なぜかというと、働きすぎると仕事への喜びがなくなっていって、しんどさ、辛さ、苦しさ、虚しさだけが残るからです。伝道者の書4章4節から8節、2章22節23節。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだ。愚かな者は腕組みをし自分の身を食いつぶす。片手に安らかさを満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝る。私は再び火の下で虚しいことを見た。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もいない人がいる。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、その目は富を求めて飽くことがない。そして私は誰のために労苦し楽しみもなく自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い営みだ。実に火の下で骨折った一切の労苦と重い患いは人にとって何なのだろう。その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人はいくら長時間働いても心は満たされません。いくらたくさん働いても心は満足しません。人はそもそもそのように作られていないのです。休むこと、休息を取ることが非常に重要で必要なことです。神は人間の人生に休むという行為を組み込まれました。それはなぜか、神自身が休まれたお方、休まれるお方であり、私たち人間は神の似姿に作られているからです。創世記1章26節から2章3節。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、海の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日なさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。
神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。神様は6日間かけて天地を創造されて、7日目にお休みされました。神様はこの7日目を祝福して聖なるものとされました。これが日曜日です。私たち人間は神様の似姿に作られているので、日曜日に休むことが必要です。そのように私たちは作られています。この休みを取るべき日曜日のことをキリスト教用語で安息日と言います。